サッカー選手のみならず、スポーツ界で活躍する選手には、誰しも下積み時代というものがありますが、現在日本代表で活躍している選手の中には、川崎フロンターレで育ってきた選手が比較的多くいます。どうも、どんなにいい指導を受けても育たない補欠カラスです。今回は、川崎フロンターレで育ったスター選手たちを紹介していきます。三笘薫、まず最初に紹介するのは、現在、プレミアリーグのブライトンに所属し、持ち味のドリブルで活躍している三笘薫選手です。まず、三笘選手が川崎フロンターレの組織に入ったのは、小学3年生の時でした。この時、三笘選手が受けたのは、フロンターレが U10 のカテゴリーを創設 する時のセレクションで三笘選手は1つ上の学年の選手に混じって合格しましたその当時の様子についてフロンターレジュニアの監督を務め三笘選手に合格の判定を出した高崎康史さんは最終セレクションで他の子たちが緊張している中で薫はまるで遊んでいるかのように純粋にサッカーを楽しんでいたんですよ突然ドリブルをやめたと思ったらボールをポンと蹴ってケタケタと笑っているそんな姿がとても印象的でしたあとボールに向かう集団には加わらずその外側でこぼれ球を拾っていましたねその動きを見て何か狙いがあるのかなととにかく目が離せない子でした 存在感を発揮していたと話していました。また三島少年のプレーを見た第一印象として高崎さんは、スタートの一歩目が早いんです。相手の動きを読む力はもちろん、身体能力が高くて初速からぐんとスピードに乗れる。サッカーは長距離よりも一瞬の動き出しが早い方が得なスポーツなので、そういった才能を持っているのは非常に大きい。カオルは他の子と比べても引いていました。と語っていて、すでにドリブラーとしての編みを見せていたようです。そして高崎さんはフロンターレジュニアで指導を行う中でどのような思考法を教えていたのかとインタビューで聞かれると、常に考える習慣を身につけられるよう指導していました。 僕は練習で常になぜと選手に問いかけましたその問いに選手が何か答えを出すとそれに対してさらに疑問をぶつけるそういったやりとりをフロントアレの練習で行っていました特に1期生の世代は聡明な子ばかりでカオルのいいお手本になってくれましたよその甲斐あって練習では常に子供たちからの要求が飛び交っていたので外部の方々が想像するサッカーの練習とはちょっとかけ離れていたと思いますと語っていてこうした考え方が三笘選手の原点になっていたのだと思われますしかし三笘選手は当時からドリブラーではなかったようで共にプレーしていた瀬川ヤーさんは当時のカル はパスに特化していまししたたたボランンチでででパスをさばいいいていたんですよね小6の時にはキャプテンでしたけどいわゆるキャプテン像っていう感じではなくて単純に一番うまかったからでもプレーで引っ張ってくれる存在というか一番落ち着いてプレーできていて安心感がある存在でしたと話していて今では想像できないかもしれませんがボランチでパサーの役割を担っていたそうですそれでも高崎監督のアドバイスもあり徐々にドリブラーになっていた三笘選手ですが高校生の時にはスランプに陥ることもあったようでヤーシャさん曰く高入の時に一度ベンチメンバーに落とされていますピッチ外ではおっとりしているんですがあの なななんんでででピッチ上でうまくくいいかない時に熱くなるんですよねクソってなるととにかく視野が狭くなってしまってだからパスを出せるのに抜けるまで仕掛けてそれで止められてという悪循環に陥ることがありました悪い言い方をすると自己満半歩ずらしてパスを出せるんですけどわざと相手を食いつかせて切り返してかわすそれで結果的にゲームを壊すようなことになるんですよねというように意地を張るあまり試合の流れを断ち切るプレーが目立ってしまったこともあったようですこのように高校時代に悔しさも味わった三笘選手は高校卒業後自らトップでやる自信がないですと語り筑波大学へ進学しましたそして筑波 大学でドリブルを進化させ、フンを辞して2020年にフロンターレと戻ってきました。すると、三苫選手は大卒1年目から圧巻のパフォーマンスを披露し、2020年7月26日の j1。第7節湘南ベルマーレ戦でのゴールから8月20日の第11節セレッソ大阪戦までの期間で公式戦5試合連続ゴールを記録しました。このようにいきなり欠陥を残していた。三苫選手は1年目のシーズン途中にインタビューを受け、実は元々カットインからのシュートというのはそれほど得意じゃなかったというか持ってなかったんですよね。だから左ウィングでプレーするようになってからなんです。それができているのも。 な状態で試合に入っててててボールを持てているのが理由として1つあると思います。あとはカットインした時にディフェンダーと駆け引きするのが好きなのでまたのニアもう1つ運んでの刃さらには切り返しという選択肢を持っていればあとは自分の経験からこの場面ではこっちこの状況はこっちと選べばいいとフロンターレで433の左ウィングを務めていたからこそ今や得意とするカットインからのシュートが身についたと明かしていましたそんな三苫選手は1年目からリーグ戦30試合の出場で13ゴール13アシストを記録してベストイレブンに選出されフロンターレに J1 と天皇杯優勝という2冠をもたらしました さらに2年目の2021年も J リーグでは敵なし状態になっていた三笘選手は、ブライトンに才能を見出され、2021年8月に移籍しました。プロでは1年半だったものの、ユース時代を含めれば約10年ほどフロンターレに在籍していた三笘選手には、今後もフロンターレの株を上げるような活躍をプレミアリーグで見せ続けてほしいですね。はたレオ続いては現在、セルティックで中盤の要として活躍しているはたレオ選手です。はたて選手は三笘選手と違い、フロンターレのユースでキャリアを積んだわけではなく、地元のサッカークラブを経て、高校時代は静岡学園、大学時代は順天 剣道大学でプレーしていました。そして、大卒でフロンターレに加入しましたが、そんな畑選手を入団させた鬼木監督は当時の印象について、彼は大学3。4年の時、シーズン開幕前の練習に参加していました。強化部からいい選手がいると聞いて参加させたんです。とても才能のある選手だと感じましたね。彼はフォワードの選手として入団したんですけど、ミッドフィルダーとしてもプレイさせようと思っていましたね。とてもパワフルでハードワークができる選手でしたからねと語っていました。この言葉通り、鬼木監督は旗で選手を1年目からセントラルミッドフィルダー左ウィング両サイドハーフ。さらには左。 など多くのポジションで起用しましまたそして1年目の2020年、旗手選手はリーグ戦31試合に出場し、5ゴール、5アシストという結果を残しましたが、途中出場が多く、絶対的なレギュラーに定着することはできませんでした。ただ、フロンターレ自体は圧倒的な強さでリーグ優勝を果たし、三苫選手を含めて9人がベスト11に選出された中で、旗手選手は、本当にににすごいとと思うのの同時にその中に入れなかった悔ししさも確かにありましたただ、それよりも受賞できる自信そのものがなかったので、そこは自分だけにベクトルを向けて、仕方がないと思うよりも、もっともっとやれと言い聞かせました。 と話しししてていて悔しさを成長の糧にしたそうですすると2年目の2021年には1年目よりも成長した姿を見せつけ、畑選手は主に左サイドバックとセントラルミッドフィルダーの位置で先発起用されることが多くなりました。しかし、畑選手も参加していた東京オリンピックが終了した後、フロンターレは三笘選手と田中碧選手を海外へ放出しました。この当時の心境について畑選手は、薫が夏に移籍するのは覚悟していましたけど、青もヨーロッパへの移籍が決まり、正直、最初はチームのことが頭によぎりました。 個人的にもクラブハウスや他の場所を含めて彼らとはずっと一緒に過ごしていたので、サッカーのことを話せる人がいなくなってしまうと思いました。特にカオルとは量も一緒で、お風呂でもよくサッカーの話をしていたので、だから東京オリンピックを終えてチームに戻ってきた時は正直不安しかなかったと不安でいっぱいだったことを明かしていました。そして、j1 が再開された後、旗手選手は2人の穴を埋めるべく奮起しますが、逆に気合が空回りしてしまい、フロンターレも調子を落としてしまいました。そんなこともあって、第25節のサンフレッチェ広島戦後には旗手選手は自分の不甲斐なさに涙を流すほどでした。それ それでも、畑選手は、周りの言葉に勇気づけられたようで。広島戦の後、シンプルに勝ちたい。このチームで優勝したいし、それに貢献したい。と、鬼さんに思いを伝えたら、あの二人がいなくなって、多少なりとも、背負いすぎていた部分があった。結果が出ないのは、お前のせいじゃなくて、俺のせいだ。と言ってくれました。ユウさんも、背負いすぎることじゃない。優勝争いをする上で、そういう姿を見せると、相手や2位の横浜にも、あ、これいけるんじゃないか、と思わせちゃうよ。と声をかけてくれました。僕では考えられないようなことを言ってくれて、チームを背負ってきた選手は落ち着いているな。僕みたいな若造がチームを背負っている場合じゃないな、と思い ました。2人の言葉にすごく救われたところがあります。というように、鬼木監督やベテランの小林優選手の言葉に救われたことを明かしていました。こうして周囲からのサポートを受けて、さらに成長した。畑手選手は調子を取り戻し、フロンターレのリーグ2。連覇と天皇杯制覇に大きく貢献し、リーグ優勝を決めた。後には大粒の涙を流しました。そんな畑手選手は波乱万丈だった。2021年のシーズンを振り返り、個人的にも成長できた実感があります。複数のポジションでプレーさせてもらえたことで、色々な観点からサッカーを見られるようになりました。なかなかうまく表現できないですけど、出手と受け手の。 が分かったと、いいいいううかかままままだまだ出し手にににななるには経験ががが足りりてていいところもありますす少しずつ出しの視点が分かってきたように思いますと自分で語れるほど成長を実感していたようでしたこのようにフロンターレでは調子のいい時期も苦しい時期も成長し大きな経験を得た畑手選手ですが2021年12月31日にセルティックへ移籍し現在まで素晴らしい活躍を見せています畑手選手にはここからさらに成長して日本代表の中心選手として活躍する姿に期待したいですね田中碧次に紹介するのは現在ドイツ2部のデュッセルドルフでプレーしている田中碧選手です田中 田中選手は三笘選手の一つ下の学年で小学校3年生の時にフロンターレのユースに入団しましたその中で田中選手は他の選手にはない圧倒的なテクニックを披露しユース時代には背番号10をつけ才能を発揮していましたこの当時トップチームで監督を務めていた風間彌弘さんは私はユースの合宿へも顔を出しましたその時に自分たちがプロの予備軍なんて思うなら今すぐにサッカーをやめろ今すぐにプロを倒すつもりでやれと伝えましたユースは学校ではないですからねと厳しく指導していたといいますさらに田中選手をトップチームの練習に呼んだ時のエピソードとしてトップの合宿 や練習にというように語っていて風間さんの脅しにも臆することなく強いメンタルで立ち向かっていたそうですそんな中順調に成長を遂げていった田中選手は2017年にフロンターレのトップチームへ昇格を果たしましたしかし1年目のキャンプではまだ若さが出ていたようで鬼木監督は 1>, 1年目のキャンプの時なんかはザ・高校生という感じでしたね同期のタビナス・ジェファーソン・ と、いつも戯れていて、キャンプの時に二人呼んで、お前らは何しに来たんだ、と怒ったことがあります。と、喝を入れたエピソードを明かしていました。また、当時のフロンターレには、田中選手が主戦場とするボランチに、大島良太選手や、エドアルドネット選手など、実力者が揃っていたため、なかなか出場機会を得られない状況でした。それでも田中選手は、プロ3年目の2019年に、大島選手が怪我をしたことや、森田秀正選手が不調に陥ったことで、徐々に出場機会が増えていきました。そして、シーズン中盤からは、ボランチでレギュラーに定着すると、リーグ戦24試合の出場で、ベストヤングプレーヤー賞に選出さ れるほどの活躍を見せました。こうしてトップチームで活躍するようになった。田中選手がフロンターレで成長した点について、鬼木監督はフィジカルの部分を挙げていて、最初の頃は体幹が弱くてスピードも物足りなかった。ただ篠コツコツたた、たただ篠田コーチと一緒に体をしっかりと作ってからコツコツ磨いてきた技術が一気に発揮できるようになりました。今では体の強さが長所になったことで、さらにプレーの幅を広げた印象です。ウェイトトレーニングは技術の向上と同じくらい選手に自信をもたらすものなんだと教えてくれた選手ですね。というようにフィジカルを磨いたことで、本来の武器を最大限発揮できるようになったと語っていました。 こうしてトップチームでぐんぐん力を伸ばしていた田中選手は当初バランスのポジションを確保していましたが2020年にチームが433へシステム変更したことで森田選手がアンカーに定着し田中選手は1列前に上がってインサイドハーフの位置でプレーする機会が多くなっていきましたすると攻撃に絡む機会が格段に増えリーグ戦31試合の出場で5ゴールを記録し自身初となるベストイレブンに選出されましたそんな田中選手は2021年5月に受けたインタビューでピッチを俯瞰して見れるようになってきたことを問われるとフロントアレで昨年アンカーとインサイドハーフの2つのポ ジシ、ね、アンカーだとボールに触る回数が多いので必然的に自分がどういうプレーをすればいいか考える時間が増えたしインサイドハーフだとボールに触る時間が限られるので自分がどこに立つと敵がどう動くのか自分がどこに走ればどこが開くのかボールを持っていない時間が長いからこそ考えられた自分だけじゃなく相手の変化まで見られるようになったんですよねさらにそれを自分で意図的に作り出せるようにもなったそうした経験があったから動きすぎないようにしたりあえて動いて敵を動かしたりメリハリをつけられるようになったのかなってそれがこれまでとは一番変わった部分だと というように、複数ポジションでプレーしたからこそ視野が広がったと話していました。このようにフロンターレで様々な経験を積み重ね、日本代表に選出されるまでの選手に成長していった田中選手は、三笘選手と同じく2021年のシーズン途中に、デュッセルドルフへの移籍が決定し、フロンターレを旅立ちました。ドイツではなかなか本来の実力を発揮できていないかもしれませんが、間違いなく才能ある選手だと思うので、今後の日本代表のためにも、さらなる成長に期待したいですね。森田秀政続いては現在、ポルトガルの名門スポルティングでプレーする森田秀正選手です。今では日本 日本代表のボランチとして遠藤航選手と絶対的な地位を築いている森田選手は流通経済大学からフロンターレに入団しました当時複数のクラブから声をかけられていた森田選手はフロンターレを選んだ理由としてボランチが基本ですけど大学ではサイドバックなどで出されることも多かったんです最終学年になってからはセンターバックで出るべき選手が調子上がらずに自分がセンターバックに入ってということもあってサイドバックとセンターバックの両方を経験しましたそういうことを含めて他のポジションをこなせるというのが自分の強みだと思っていたのでそういうところをフロンターレは理解してくれてすごく嬉しかった ですね、と語っていましたそんな森田選手は1年目からボランチのポジションを確保しリーグ戦26試合に出場すると大卒1年目から日本代表にも招集されましたしかし当時チームメイトだった中村健吾さんは森田の場合はちょっと順風満帆すぎたんですね1年目で主軸になって連覇にも貢献して代表まで入りましたからだけど代表に呼ばれた時は正直嫌な予感がしたんです加速度的に周囲の環境が変化する中でちょっとバランスが崩れているなと感じていましたこれはずっと近くにいた自分にしかない視点かもしれませんがというように森田選手に1マの不安を感じていたとい いますするとその不安は的中し2年目の2019年に森田選手は怪我も重なりいわゆる2年目のジンクスに陥ってしまいましたそれでも3年目の2020年にはアンカーのポジションで新境地を開拓しベストイレブンにも選出される活躍で不調から出しましたケンゴさんも森田選手がアンカーを務めたことでいい方向に向かったと感じていたようでアンカーは役割にある程度制限もあるので余計なことができないというかあれもこれもという欲を出せないんですよその役回りの中でチームのために汗をかいていた1年目が思い起こされたんじゃないでしょうか 力になるそういう考えが生まれたことでパフォーマンスもどんどん安定していき徐々に出場機会を増やしていって最終的には青をインサイドハーフに押しやりましたからねアンカーはチームの結果を左右する重要なポジションですからその責任感が当時の森田にとっていい方向に行ったんだと思いますと森田選手が復活を遂げた理由を分析していましたそして森田選手はベストイレブンに選出された直後の2021年1月にポルトガルのサンタクララに移籍し順調に力を伸ばして昨シーズンにはポルトガルの名門スポルティングの中心選手にまで成長しました今後さらなるステップアップも期待 されるる森田選手には日本代表ででもチームをを牽引すす活躍を見せてていいって欲しいですね今回は川崎フロンターレからスターへと成長した選手たちを紹介しましたがどん底から這い上がって覚醒した選手たちについてもまとめた動画を出しているので気になった人はぜひ見てみてくださいというわけでまた次回も見てやってもいいよっていう人は高評価とチャンネル登録をしてくれたら泣いて喜びますそれでは皆さんさようなら